こういうの違いだけね、ほとんど一緒なんですけど、これってつけた次の日、はい、から体洗っちゃったんですけど落ちちゃいました。いや、一度メーカーが言うにはいいっていう。あ、本当ですか、よかった。だけど、私だったら2日は洗わないね、いいとは言うものを。で、これ何のサイズ、ね、これがレボリューションだよね。あ、でもない、あ、ビオロジーね、はい、で、レボリューションなんで何を予防するの、どこに、まあ、どっちもいけるな、飲みの卵。すいません、お話中。猫砂食べたりはしないですか。まあ、いらない猫砂。ない方が。いらない。あ、はい。うん、あのバットだけでいいです。まあ、飲みですね。で、あとマダニ。こっちもマダニ、一緒ですね。これがね、これがミミダニなの。これが、こっちではない。で、お腹の寄生虫、海中、甲虫。海中、甲虫。一緒。だけど、こっちが、レブリューションにはない、これね、だからその違いがちょっと違いかな、で、あとイタリア、まあこれはどちらもね、ということなんです。だからこれはこれでとってもいいんですよ、サナダムシまで入ってるから、だからミミダニまではカバーされてないということ。これってあのお腹の中にもいると、うん、あの治療を死滅する、だけど予防の投与量では完全に落とせない。だからもう、あの体調が良くなったらやっぱりもう虫食らしはした方がいいな。わかりました。だからもしよかったら お家にいる子たちは、いつつけたんだっけ、6月22日22日、うん、念のためにこっちも使っておいてもらうことをお勧めします。検討するってやつ、はい、いや、はい、耳だにいなかったですよ。もう耳だにがいたんだったら絶対つけてくださいなるけど、ちょっと、うんうんうん、さっきみたいにいても出んことがあるからさ、で、汚れてあんな風に汚れないじゃないですか普通耳って。うん、でなんかすごかったんですよ最初、中までは触れないので、表面も真っ黒で、まあそれは外にいるからどうしても汚れますよね、ただ汚れてて、ただ汚れてていうことだと思うんですけどね、まあ、一応その違いね、はい、ありがとうございます、はい、一回ちょっと見ててもいいですか、いいですよ。